何？何してんの？やだ。朝。こんにちは、ナリトチャンネルのナリトです。いつも動画を見てくれてありがとうございます。今回は日本のお笑い動画でドリフターズのお父さんの詳細を見ていきたいと思います。もしこの動画よかったらグッドボタンとチャンネル登録もお願いします。じゃあ見ていきましょう。OK、ネタがお気に入りの情報コンプライアンスビザジポン、ソムジェントボイジムニキヨン。母さん。何してんの？母さん、陽子はいてどこ行ってんだよ。あ、陽子ならね、さっきからあなたの車さんに閉じこもってますよ。俺の素材を使っちゃいかんって言ってんだろ、お前。いや、そんなこと言っても。私の素材をなんで使わすんだ、娘に。エロ。陽子、今で締めて。おい、陽子、ここは私の素材だぞ。おい、出なさい。だったら私にもね、部屋作ってよ。お前の部屋作れな。10年も20年も早いよ、バカ野郎。この素材を作るのは父さんすごい苦労されたぞ。おい、出なさい。出ろ。いや、だってそんなの自分勝手じゃないのよ。自分勝手ない。いいから出なさい、早く。じゃ、ちょっと待ってよ。たくもお前じゃない。ちゃんと流してからやれ、バカ野郎。くっそー。すごい。はい、どうでしたか。すごい、もう全然想像もできない詳細だった。面白かったね。最初からもうすごく、最初の部分でもすごく面白かったのが、そのまあちょっと恥ずかしいけど、なんかその最初の部分でなんていうのかわかんない、それでも面白いし、なんか詳細のところが図書室だよね。なんか全然思いつかない、想像できないコントでした。うん。日本に初めて行った時に、トイレが綺麗、普通のパブリックのトイレでも綺麗で、家の中のトイレでもなんかすごく可愛くて、清潔感がすごくて、いくつかのホームステイ、おいしいのホームステイした経験があって、皆さんのトイレの中の棚の上になんか本棚みたいな感じ、本に置いてあって、それ驚きました。もちろん他の、例えば移動中電車とかの上にみんながスマホを持ったり、本とか雑誌とかなんとか読むもの、新聞、あったり、そういう姿を見てて、それはカンボジアだったら絶対見られない景色だったなとずっと思ってたんです。だからここも日本の見学びところ。ナリトももちろんね、スマホばっかりで本読まない、最近もっと本読む不足気がする。それもそれをこのコントを見て、なんかまた本をちゃんと読まないといけないなっていうふうに思っていました。じゃあやっぱり本読みましょう。日本人の皆さんだけじゃなくてね、カンボジア人やその本読まない国に届きたいだけ。はい、皆さん最後まで見てくれてありがとうございます。また新しい動画でお会いしましょう。チョンデュー。